非常に小さな平屋建てです。ぐるっと回って見てみましても、床の面積で言いますと大体ビジネスホテルの一室ぐらいしかないんじゃないかというような、限られた場所に屋根がついていまして、家と言いますか何と言いますか、とても不思議な形をしています。東広島市秋津町の山あいに先月から建設中のモデルハウス、タイニーハウスと呼ばれ、英語でとても小さな家を意味します。建物は縦幅が3メートル、横幅も8メートルしかありません。ここが玄関です。早速中に入ってみましょう。失礼します。まず見えてきたのがキッチンとなる部分です。そしてトイレとシャワールームもあります。一歩二歩三歩でリビングルームに到達しました。屋根が高いんですね。とても開放的です。外で見るよりも広いなという印象を受けます。延べ床面積はおよそ20平方メートルと運動会などでよく見かけるテントの大きさとほぼ同じ。トレーラーハウスと違い、限られたスペースに電気、ガス、上下水道も通し、最大2人ほどが暮らすことができます。地元の建設会社新川が初めて手掛けました。このコンパクトさが最大の売りです。狭い土地に建てざるを得なかったですとか、その大きな建物がいらない人、退職後に、家は都市部にあるんだけど畑付きの郊外にセカンドハウスが欲しいであったりとか、そういうふうな需要にも応えれるんじゃないかなと思ってます。建物の本体価格はおよそ1000万円。古民家を全面的にリノベーションする費用とほぼ同水準の額といいます。キャンプ場とビジネスホテルの間、やっぱりキャンプ場がやっぱり外が苦手な人もいますし、やっぱりアウトドアも楽しめるんだけど、ちゃんと設備はちゃんとしているっていうコンセプトは結構あると思います。必要最小限の設備のタイニーハウスは2000年頃からアメリカで広がり始めました。地元秋津町の交流人口を増やそうと、新川さんが周辺に宿泊施設の整備を目指す中、ゲストハウスより低コストで建てられるタイニーハウスの存在を知り、形になりました。来月の完成後、モデルハウスは簡易的な宿泊施設として貸し出し、夏以降一般向けにも新たな受注と建設も始める予定です。必要最小限の設備を整えた小さな家、タイニーハウス、住居であったり別荘であったり、生活の選択肢を広げてくれそうです。